第7通過連隊秋元担当井上市長の2名です。
通信車は敵の脅威下で部隊の指揮を行うために使用する車両です。宣伝しているのは姫路駐屯地第3放射特攻隊浅崎一丁以下2名です。
対レーダーの機構に対して旧装備であるポスト比較性に超低空目標及び非対例の対処能力電子防災型の能力に優れているか少人数で操作でき軽易に長距離移動させることができるなどの特徴があります。中間のレーダー装置は通称 MFR と呼ばれ目標の捕捉、識別、追随、ミサイルの予備を行う多機能ライダーです。また発射装置は通称ロッチャーと呼ばれ垂直発射組織、戦中合成性を有し放射状態対策が可能であります。
走り始めてみよう。
Thank you.
立ち上がる。